ポール・ダグラス・フリーマンは、アメリカ合衆国出身の指揮者。1936年バージニア州リッチモンド生まれ。幼少時よりチェロとクラリネットを買い与えられ、5歳より音楽を習い始める。1952年にイーストマン音楽学校に進学して、チェロとクラリネットを学び、1956年に卒業。卒業時にフルブライト奨学金を得て、 ベルリン高等音楽院に留学し、エバルト・リンデマンに指揮法を学ぶ一方で、ヘルベルト・フォンカラヤンのセミナーに参加して、研鑽を積んだ。1961年に帰国して1966年まで、ロチスター歌劇場の音楽監督を務める一方で、ピエール・モントゥーやリヒャルトラ・ートラの下で指揮法を研究し、1963年には、 イーストマン音楽学校で博士号を取得した。1966年から1968年までサンフランシスコ音楽院のオーケストラの指揮を任され、1967年のミトルプルロス国際指揮者コンクールで優勝している。1968年からダラス公共楽団の副指揮者となり、1972は デトロイト公共楽団の正式者に転任して1977年まで務めた。その間1974年から1977年までヘルシンキフィルハーモニー還元楽団の主席客演指揮者を務めている。1979年から1989年までカナダのビクトリア公共楽団の主席指揮者を務め、同じ時期に1988年まで サギノ公共楽団の音楽監督も兼任していた。1987年にはシカゴシンフォニエッタを創設して主席指揮者となった。1996年から2007年までチェコナショナル公共楽団の主席指揮者を兼任。2011年にシカゴシンフォニエッタの職を辞任して指揮活動を引退するまでにアメリカを代表する指揮者としての地位を築き上げ、 フィルハーモニア還元楽団、ロンドン公共楽団、ロンドンフィル、イギリス室内還元楽団、ロイヤルフィル、ベルリン公共楽団、シュタットガルト室内還元楽団、シカゴ公共楽団、デトロイト公共楽団、ナショナル公共楽団、ニューヨークフィル、クリーブランド還元楽団、モスクワフィル、サンクトペテルブルクフィル、ワルシャワフィル、 イスラエルフィルをはじめとする30国以上で100を超えるオーケストラを指揮しており、録音したアルバムは200以上にも及ぶ。blackpast.org, hat-newmusicbuff.wordpress.com-suntimes.com-pol-freeman, 霊文クラシカル霊弁クラシカルレコーディングス。霊文クラシカル霊弁。 2020年5月29日閲覧。ありがとうございます。